松山高知急行線松山高知急行線南国号南国エクスプレス松山高知急行線は JR 四国バスが運行する自動車路線である。担当は松山支店。本校ではかつて存在していた当路線の急行バスである南国号とその南国号の実質的な後継路線である南国エクスプレス及び減損している。 熊高原線についても説明する。1934年に四国で最初の省営自動車線として淀線が開業。淀線とは旧国鉄予算本線と土産線を結ぶ路線であることを意味しており、鉄道線の淀線とは異なる。鉄道不設法別表に愛媛県松山付近より高知県おちを経て佐川にイタリル鉄道と記載されており、 本路線は、鉄道線の先行、短絡という使命のもとに開設された。この路線は、松山の有志たちが、鉄道が無理なら、自動車線をという思いで、鉄道省に陳情し実現した路線である。国道33号経由で、松山と高知を結ぶ幹線で、1960年以降の都市間連絡輸送は好調となり、特に、 四国旅客鉄道発足当時は、鉄道も含めた JR 四国全体で、唯一の黒字路線であった。しかし、南国後は、新車投入及び増便を積極的に行う一方、本線以外の枝線の廃止が進み、平成に入ってからは、本線のローカル便にも合理化が及び、松山落ちで以外の普通便はすべて廃止された。高速道路の整備が進み、 松山、高知間を、松山自動車道、高知自動車道経由で結ぶ高速バス路線が、伊予鉄道、土佐電気鉄道、高知県交通主導で計画されると、南国号は、運行距離は短くとも所要時間で劣勢を強いられる、こととなるため、JR 四国も、道高速道を経由する高速バス、南国エクスプレスの運行を開始することとし、 南国号は2001年に3往復へ大幅減便の上2002年に全廃された。地元自治体は南国号も含めた路線維持を求めていたが最終的には廃止を覆すことはできなかった。南国号の廃止日は折しも悪天候で松山発の最終便が途中の熊高原、高知発の最終便は落ちまでの運行で打ち切りとなった。 2002年、南国号、全廃後、愛媛県内の松山落ちで駅間に短縮され、普通便のみの運行となった。廃止区間のうち、落ちで駅佐川駅間は、黒岩観光による代替、残る佐川駅高知市内間は、鉄道でつなぐ形となった。2017年には、JR 四国バスの運転区間が、松山熊高原駅間に短縮、廃止区間は、 熊高原町 A バスの熊落ちで線に代替された。2017年4月1日現在、熊高原線は平日8往復を運行。なお、2017年3月31日で、黒岩観光が落ち出から上二淀間を休止したため、落ち出から熊高原町 A バス、岩川線の朝日、または岩川バス停で、二淀川町町民バス。 芋育の線を乗り継いで森、または森口橋から佐川駅までは黒岩観光が代替する。ちなみに黒岩観光の路線で森、または森口橋から土佐大崎で乗り換えて狩山口から高知駅方面へ健康北部交通を乗り継いで行くことができる。熊高原、落ちで土佐大崎、落ちの各駅は自動車駅。うちの相互間の乗降はできない。 特急便、急行便には、リクライニングシート装備の観光タイプの車両が、使用されていた。また、三坂峠と急行配の多い国道33号線を、走行することから、イスズ自動車制で、ギア比を変更し、フォグランプを装着した車両を使用していた。1988年には、特急便向けにマルチステレオ等を装備した、ハイデッカー車両が投入され、 この車両は1989年7月に運行を開始した夜行バス、イオジ号とサジ号にも共通運用で使用された。南国エクスプレスでは4列シートベンジを付け配ッカーが使用されている。普通便には急行便に使用されていた経年車や通常使用の路線車が使用されていた。南国号、廃止後は 他社からの譲り受け者により運行されている。2014年現在は、大阪市営バスより導入したイスズキュービック6台を使用。2015年には、日のレインボー23台が導入された。南国号に、松山駅及び、高知駅から乗車する場合は、バス待合所、全国の緑の窓口で、バス指定券を購入できた。ただし、 途中停留所から乗車した場合は、車内でバス指定券を発売した。現在のルート赤いで、鉄道路線としての予ド線が全通したのは1974年である。鈴木文彦、高速バス第100課 P88 の記述による。全国乗り合い自動車騒乱鉄道省告示第99号、漢方1934年3月22日。 記者時間表昭和九年十二月号、鉄道省国時代七十五号、官報百三十五年七月十八日、記念スタンプ、停心省国時代百八十四号、官報百三十五年七月十七日、高知急行線ダイヤを改正、交通新聞、p 一落ちでから、高知市方面へバスのみで、移動の場合、大崎で、 狩山口駅に乗り換え、さらに狩山口で、健康北部交通に乗り換えとなる、熊高原線の運行経路変更に伴う、運行時刻及び、運賃の変更について、JR 四国バス、2017年1月14日閲覧。JR 四国バス、熊高原線を一部、廃止乗客源、赤字で、来年3月末、愛媛、毎日新聞社、 2017年1月14日閲覧。熊高原線一部区間の廃止について。JR 四国バス。2017年1月14日閲覧。鉄道ジャーナル1990年7月号。P95 熊高原線に関するカテゴリー。ありがとうございます。